ゃくちゃ焦ったんですけど、ここから第1回目は天気がいいですなので今年はいけるんじゃないかなと。今日は楽しんでください。お願いします。おはようございます。前髪を切りました楽しんで一日ダウンしていただけたらなと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。時期的にやっぱエアレーションの時期だからあれですね。ちょっと重めで。よろしくお願いします。皆さんもちょっとタイガーのように今日はお過ごしください。おはようございます。おはようございます。今日は2019年第1回リンゴルフオープンですが、この組はエリカちゃんとミホちゃん、初出場でミホちゃんはね、はい、そうです、はい、リンゴルフ初出場のミホちゃんとエリカちゃんはね、多分ちょっと何回か出たことあるバックしてください出てます、ね、はい、今日はリサちゃんがゲストなのでこの3人でラウンドしてもらいます。で、2人は私同じ時期から競技をやってて、今日はね、その競技についてもいろいろ聞いていきたいと思います。っていう2人です。はい、はい、なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。タイガー見てるからめっちゃ触れてるなんかさ、音がさめちゃくちゃ触れてるんだけど、どうしたん？ちょっとタイガーのあの16番ぐらいの衝撃ぐらいの意識だったよね、今ね。でもちょっと傾斜がこっち側なかったね。こうじゃなかった。ちょっとタイガーイメージできてるから。何番何ヤード打ったの？今145で、うん、朝一だから7と思ったら7と思って、でも8で前バンカーやだなと思って6持って普通に振ったらなんかすっごい触れちゃっただって音違ったもんバチッつってタイガーありがとうございますだいぶでかいですよね。だいぶめっちゃいい感じだったの。いや本当に音が違った。あの多分ここの傾斜使ったらちょうどタイガーぐらいだったかもしれないここね、ここここ、ここら辺ね、この傾斜でうーってみんな
おはようございます。おはようございます。マスターズが終わり、はい、1日明けましたが、はい、どうでしたか？見てました？もちろんでしょう。もちろん寝てました。ありました？朝も見たタイプ？朝も見なかったですね。朝も見なかった。あのなんかインスタでストーリーとかでみんなが騒いでるの見て、 あ優勝したんだちょっと一人温度が違うゴルフ好きなのみたいな。どのシーンがちょっと感動しましたとかあります？やっぱね、私はウィニングパット決めた後だね。 あのね、ボギーのね。そう、なんかでもドキドキしたよね。入らないわけはないけど、うん、分かる、うん、振ってないんだけど、私最近確実に。どういうこと？タイガーを見てからなんか タイガーすごいね。よく行きます。お、いい音してるよ。ポットの日ね。耐えろ、大丈夫。おほー、何しよう。入るよ、入るよ。え、入るよ。入った？あんな感じ。エリカちゃんはどのシーンが感動した？どのシーンというか、うんうん、なんだろう、このみんな他の選手もフィナウとかケプカとか、うん、まあ、森成とかもみんなずっと伸ばしてたじゃん、うん、もう11アンダー、12アンダー、そう、ま、12アンダー並んだもんね。みんな並んで、タイガーお願いだからティーショット曲げないでみたいな、もうなんか、分かる、すごいとか感動とかじゃなくて、もう親の気持ち、何43歳相手に全然年上だけど、もうすごい人だけど、もう親の気持ち、ちょっとお願いだからみたいな。分かる、だから前の人が曲げてたもんね。ちょっと普段はこういうこんなにインターバルがあるとパターで打たないんですけど、ちょっとまだ芝が薄いんでパターでチャレンジしてみたいと思います。いけないのってぐらいすごくなかった？みんなフェード打ったりドロー打ったり、ね、林打ってったりとかさ。よいしょ、いいよ。そうなの、すごい。みんな右からの道、私右からに憧れるんだけど、このホールいや私も右から無理これ。なんか絶対左に行っちゃうんだよ、ね、私も左行っちゃう。あのね、段のこっち行く。わかるわかる。でもそれ最高よ。内緒です。最高よ。憧れ、もう真ん中とかすごくないとか言ったら、もうあの真ん中のさ、あの、あそこでしょ。そう、あのちょうどさ、段がすごいところって言ったら、ダボだよね。打てなくてダボだよね。2人は多分私と同じ時期だから 3,4 年前から多分競技をやってるはず。どうですか4年、今年、今年も出る。出ます、ね、出る、出ます。あれ出ないんですか？出ます。絶対出るんですけど、もうなんか去年
3年ぐらい前に初めて競技に参加して、うん、何も怖くないし失うものもないから、うん、好きにやってたらいいスコアが出ちゃって、うん、で昨年今年こそはみたいな、うんうん、もっと上位目指してってなるとこうやっぱり恐怖心とか自分の持ち球のそのコースに対する、ね、合わないとかいろいろ考えが出てきちゃって、うん、恐怖に変わっていいスコアが出なくなったりとか、なんか結構自分のスイングで限界を感じ始めたんで、うん、11月からあの新しい師匠に、ね、スイング改造、ね、ついて、はい、うん、始めたんで、ね、スイング改造を始めてちょっと今ね自分がどっちに飛ぶのか全くわからん状態なんでちょっと苦しんでるんですけど、まあでも夏とか秋の大会には間に合うように頑張りたいなとは思ってるんですけど、はい、いいよねスイング改造スイング改造ね、限界を感じた時限界しかないよ、もう壁ばっかりだよおっなんかポンパカンってよ、でもなんかあれ形状使っていい感じパターンじゃない、ハンシャンクハンシャンクハンシャンク、そう。ありがとうございます。ちゃんに聞いていこう。はい。ひよちゃんは今何年目競技？今3年目目かな？はい、3年目です。2回出てるもんね。そうですそうです。どうでした？1年目2年目。1年目はもうズタボロでした。ズタボロでした。心さんが81出されたところ、私は90。私はズタボロからの81だから。でもほら次の年。あ、そうですね、次の年で81出たんで、ね、1年目悔しかったからそうなんです2年目で挽回して、そうなんです、決勝行ってね、そうです、まあ決勝、まあ、大して振るわずだったんですけど、いやいや、まあ、今年はちょっとホームコースなんで、だんだんこう段階を得てるから予選決勝、今年は全日本行きたいと、行きたいです、ジャパン行きたいですね、ジャパン行きたいよねみんなずっと最近出してたから抜くと今度はなんか寂しい